そうですよね、もう絶対伸びるやん。やっぱ経営していく中ですごく重要なのって、なるほどね、そのタイミングで事業を始めたら何やっても成功する。そうですよね。はい、今回なんですけど、今シンガポールに来てます。で、シンガポールに来た理由は、今からとあるお金持ちの方と会って質問してみたいと思うんですよ。はい。というのも、僕これから日本で起業家としてもう一回頑張るっていう決意表明しましたよね。でもやっぱり先輩たち、お金持ちの人はみんな海外に逃げるように行くわけですよ。で、なんでね、日本のお金持ちは海外に行くのか、まあ、僕も Twitter とか YouTube でいろいろ語ったことあるんですけど、やっぱ日本にいる人がいろいろ言っても仕方ないと思うんですよ。で、今日本物価上がってるし、増税するって言ってるし、景気悪いし、海外に住んでる日本人からすると日本はどう見えるのか、そしてこれからもお金持ちの日本人は海外に逃げていくのか、もうズバリ大成功者に聞いてみようと思って、今回まあ一部上場企業の元社長に出てもらうんですけど、そういう人脈ってなかなかみんなないじゃないですか。で、そういう成功した人って出ないんですよ、みんな基本的に目つけられるから。でも僕は特別な人脈があるんで、あの手この手で何とかお願いして、もう何とか出てくれってことで交渉して、はい、今日本音を全部喋ってもらうことになりました。金持ちの本音っていうのを引き出すのめっちゃむずいんで、楽しみにしてください。行きましょう。行きましょう。はい、ということで今回国光さんに、お会いに来ました。国光さんといえば、上場企業グミオ、伝説的な企業ですね。すごいめちゃくちゃ株がぶち上がって、僕もそれを見てすごいなと思ってたのが、もうあれ何年前ですかね。8年前とかですか。そうなんで、僕は前の会社、ゲーム会社のグミっていうのを創業したのが2007年、はい、で2014年に東証一部で上場して、でちょうど2021年にそのグミの社長の方を退任して、はい、今新しいことをやって、で今回1ヶ月前にシンガポールの方に家族ごと移ってきたって感じになってます。莫大な資産を築いて多分時価総額でいうと多分1000億を超えてると思うんですよ、全部ぐらいの資産を築き、そしてシンガポールに移住をして、もう1回起業しようということでオフィスに来たんですけども、これがオフィスですよね。いや、そう、シェアオフィスですか。シェアオフィス、ま、なんでシェアオフィス、なんか僕なんかで失敗しちゃったのかなって思っちゃったんですけど、なんでシェアオフィスの、まあ、やっぱりこう、やっぱもう一回ね、一からこう初心みたいな感じのところで、やっぱなんで今はテーブル2つのなんか席のところを借りてやってるって感じですね。国見さんといえば、もう起業家として大成功されていると思うんですけど、今まではそのグミ以外にもいろんなことされてるじゃないですか、うんうん、何個ぐらい結局事業、今まで起業して売却してっていう、うん、いわゆる連続起業みたいなことをされてきたの。ちょうどその今グミの方、2021年に退任して、はい、で今大きく4つのことをやってまして、はい、で1つはミントタウンっていうこれはブロックチェーンのゲームを作ってる会社で、サードバースっていうこれは VR のゲームを作ってる会社と、あとはフィナンシェっていうこれはブロックチェーン活用した新しいクラウドファンディングサービス、この3つが僕は代表、はい、ファウンダー兼 CEO という形でやってて、はい、あとはもう1個グミクリプトスキャピタルっていう Web3 に特化したファンド、これが160億くらいなんですけど、これがちょうどサンフランシスコの方でやってるって感じで、今はちょうど4つやってますね。で、ここシンガポールに1人で来られます、うん、謎ですね。なんで皆さんは社員の方どこにいるんですか。で社員の方は各会社によって違うんですけど、ファンドは全部アメリカ、はいはいはい、でサードバースは30人が日本で10人がアメリカ、はい、でフィナンシアはほとんど日本、はい、でミントタウンはまあ、ほとんどが日本で、僕はシンガポールって感じですね、はい、普通に考えたら日本にいた方がいいじゃないですか、うんうん、なんで税金ですかやっぱり、まあ、そう今日はそれを聞きに来たんですけど、うんうん、じゃあなんでみんなこぞって海外に行くのかなと思ってますけど、まあ、結構ねその税金とかって言われたりはするんですけど、はい、まあ、実際のところ、はい、結構税金ってどうでもいいかなって感じと思ってて、はい、っていうのも、まあ、言うてね日本の方の税金っていうのも株式だったら 20% くらいじゃないですか、はいはい、だからそれでいくとね、まあ、そのくらい払えやって感じもするし、はい、そこは結構大きくなくて、で僕は結構今もう一回そのグミの方を辞めて新しく起業するって感じの部分にもつながってくるんですけど、結構僕はグミの中でやりたかったことってはっきりしてて、はい、世界制覇なんですね。世界制覇、世界制覇、はいはい、要するに世界1位になるっていうところが、まあ、ずっと起業してから掲げてやってきたんだけど、結局グミのところではそれなりの成果は出たって感じなんですけど、全世界世界1位になるっていうところっていうのは結構届かず、はい、でこの時のやっぱね新しいそのでききれなかった夢って感じのところを追ってみたいな。で、まあ、日本ベースっていうところにいるとやっぱすげえ感じるのが、日本からやっぱ世界ってなかなかむずい。
やっぱそうですか、うん、まあ、そうですよね、すごいやっぱね、そのよく言われるのが中途半端になんかマーケットが大きいとか、でやっぱ日本のユーザーさんって結構ね特徴的だったりするんで、うん、やっぱそう考えるとやっぱ日本にいながら世界って感じっていうのは届かないなっていうのがあって、で今やっぱシンガポールってすごいいいんですね、結局、うん、特にこの Web3 周りっていうところでいくとアメリカも結構厳しい規制が、はい、で中国は禁止されてるんですね、はい、でそういう中でアジアっていうところが Web3 の今中心になりつつあって、はい、中国から韓国からで台湾、香港、インドから重要なプレイヤーっていうところがみんなシンガポールに移ってきてるみたいな、そうなんで、ちょうど今週もそのシンガポールでトークン2049っていう、はい、まあ、アジア最大のイベントって感じがあったんですけど、結構そこにもかなり多くの Web3 業界の重要な人らが集まってきてみたいな、なんで結構ね、そういうど真ん中のネットワークに入っていくっていうところっていうのはすごい重要なのかなって感じと思ってて、じゃあ純粋に事業成功させるためにシンガポールで言うの？もちろんもちろんもちろん、すごいっすね。でプラスやっぱね、今回はやっぱほら世界制覇でやっぱね、世界でやっぱ勝ち切りたいみたいな。え、税金関係なしですか？税金関係ないですよ、もう純粋に人脈のど真ん中に入るから。そう、すごい、その行動力がどっから来るんですか？別に資産が、うん、そんだけ国民さんぐらいあったら別にいらなくないですか？もう、うん、多くの人たちは、多くのお金もじゃあ海外にポン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 出るのってみんな税金ですよね。ですよね。多くの人はそう、多くの人ってみんな税金で出るじゃないですか、うん、それは結構多いと思います、ね、で結局なんかつまんないって言って帰ってきてるイメージがあるんですよ。そうそうそう、結構やっぱ周り多いですよね。多い多い。なんで税金って話でいくと、はい、例えばシンガポールの場合だと仮想通貨とかの税金はゼロなんですね、はい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 、株もゼロかな、はい、で所得税が最大16か17、はいはい、でドバイはこれが全部ゼロなんですよ、はい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 、だからまあそういった意味でね、税金目的って人もやっぱ多かったりはしますよね。皆さんってやっぱ起業して、うん、まあ、僕はそういう道にはたまたまご縁はなかったんですけど、大体起業して上場もしくは M&A で売却して、うん、みんなキャピタルゲインを得て海外に移住するっていうのが定番だったと思うんですよ、数年前まで、うん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 、その後皆さん何やるんですか？なんかね、ゴルフゴルフ、はいはい、だから結局シンガポールとか来たりドバイとか来ても実際ゴルフぐらいしかやることがみんななくて、はいはい、で退屈になって帰っちゃうって人が多いですよね。そういう人たちがでも世界に勝つ会社を作るんだってやってくれたら大きな会社できそうですけど、みんなやんないじゃないですか、うん、なんでだろう、なんでなんですかね。なんか、だから今回ね、美咲さんもすごいなって感じと思うのが、起業してると、まあ、大変なこと多いじゃないですか。大変なことばかりね。で、心が焼き切れるような感じの凄まじく大変なことが多くて、はい、でその大変な時に心が折れない人っていうのが成功するってよく言うじゃないですか、はいはい、実際それは事実なんですけど、会社を経営してる時の大変なところっていうのを超えて、その後上場とか成功した後にもう一回大変なこと来るんですね。それが何かで言うと、やっぱこう一番最初起業した時ってやっぱ DJ でも成功させたい、で世界で勝つんだ、みんなそういう思いでやってるじゃないですか、はいはい、って感じになると結構大変なことも乗り越えたりするんですよ。まあ、欲望がありますもんね。そう、欲望がこれは欲しい、あれ買いたい、これもないし、これもとかって感じがあるけど、で一旦やっぱこう成功して上場とかすると、まあ、言うて金は入ってくるじゃないですか、はい、で周りもチヤホヤ、はい、してきたりとか、まあ、ちょっと有名になってとかなってくると、だんだんこのね、その野心というか苦しいことがこう起こってきた時に、なんかね、耳元で一番じゃなきゃダメなんですか、蓮舫さんみたいなささやき、っていう感じが来て、なんでここからもう一回挑戦するんですか、でここじゃ良くないですかみたいなとかっていうのが出てきて、でみんなそこで心が折れる。そうなってきた時に挑戦するの大変じゃないですか。だからまあって感じに思って、だいたい会長とかな、あれですね、はいはいはい、で会長とかなって新しいことに挑戦せずに、なんか俺はマネジメントに徹するって感じになってきたり、誰か社長に任せて海外に行ったりって感じとか多くて、結構やっぱ重要なのは孫さんとか三木谷さんとか、まあ、イーロン・マスクとかっていうのは凄まじいなと思ってるのが、三木谷さんいろいろ言われるじゃないですか、楽天モバイルとか。でもね、あの規模になって、で下手したら会社が潰れるリスクを取って勝負するって凄まじい、どんなリスク取ってんねんみたいな。しかも別に引退しようと思えばできますもんね。そう、これは孫さんとかイーロンとかも結構近いと思うんですけど、ある意味アスリートに近いと思ってて、オリンピック目指してるアスリートっていうところで、なんで金メダル目指すんですか、オリンピックって入れたらいいじゃないですかとか、なんで世界最高記録目指すんですかって言わないじゃないですか。でその競技に入ったからにはやっぱね、一番取ると取りたいみたいな。で僕は結構起業家も同じような感じだと思うんで、
だから多くの起業家とかっていうのがなんかその途中でねだんだんみんなが心が折れて、で上には上がいるじゃないですか、はいはいはい、美咲さんもそうやし僕らもそうやけど同級生とか、はい、周りの人と比べると、まあ、大成功してるじゃないですか、まあ、それはそうですね。そう下を見てなんか俺すげえって感じて思うのかで上見て孫さんとかなんかイーロン・マスクとか見てると経営者でやる起業家でやるって言ってもね桁が違うなって思ってそこ見るとちょっとしんどいじゃないですか。でも逆に上見て俺はそこまで行くって思い続けれる結構ここの差が大きいんじゃないかなって感じで思いますね。なるほど。いや国見さんはこれから一番を取るわけからをシンガポールに。そう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 、うん、どの分野ですか。やっぱそのゲームやっぱ経営していく中ですごく重要なのって自分が得意な領域とか好きな領域ずっとやってても続けれるっていうのを見つけるところだと思ってて、だから僕は得意なのってはっきりしてて技術が好きなんですね。だから新しいテクノロジーに誰より早く挑戦してでそのテクノロジーじゃなきゃできないエンターテインメントっていうところを作っていくみたいな、そこがすごい得意なところで、なんで僕は今やってる4つの事業っていうのもサードバースは VR って新しいテクノロジーでそのテクノロジーならではのゲームコンテンツを作ってて、ミントタウンっていうのはそのブロックチェーンっていうところでならではのゲームを作ってる。でフィナンシェっていうのもこれブロックチェーンベースの、まあ、新しいそういうクラファンみたいなのを作ってたりとか、結構そこのとこですね。じゃあトータルで1位取っていくってことですか。いやいや、もう全部の会社で VR ゲームで世界一。ああ、そうですね。ゲームで世界一。そう。全部で世界一でやられてますよ。今まで投資とかもかなり多くしてきて、かなり大成功した会社もあったりとか、はい、まあ、しなかったところっていうのも結構あったりしてて、で、それ見てるときに、大成功する会社っていうのを作るので、重要なこと。で、まあ、よく起業家の能力だったり、チーム。はい、テクノロジー、資金力、なんかいろいろ言ったりするじゃないですか。その辺って結構誤差かなって結構思ってて、誤差、はい、うん、やっぱ実際一番重要なのってマーケットとタイミング、ビジネスモデルってことですか。そうで、そこのマーケットがまさに爆発する、うん、そのタイミングで事業を始めたら何やっても成功する、うん、そうですよね。しマーケットとタイミングがダメになったら何やってもしんどいって感じだと思ってて、僕が起業した2007年っていうのはすごい面白い年で、ちょうどこの2007年にその後の世界経済とかを大きく変える3つの発明が同じ時に出たんですよ。何が出たんですか。まず iPhone が出た。あで、ほぼ同じ年に Twitter とかが出た。で、ほぼ同じタイミングで Amazon の AWS が出た。クラウド。なるほど。なんでスマホ、ソーシャル、クラウドって感じのサービスっていうのがちょうど2007年に出たんですね。なるほど。で、ここっていうのの大きな波に乗ったやつっていうところが爆発的に成長する。そうですよね。そう、はいはいはい、で結構これ面白いのはね、その2007年っていうところに、まあ、爆発した会社っていうのが、まあ、GAFAM って言われる、まあ、Apple、Facebook、Amazon、Microsoft、うん、Google とかじゃないですか。で実際2007年の頃ってこの5社の時価総額とかってどこも大して変わらなかったんですよ。でもそれ以降この3つの会社っていうのがその波に爆発的に乗って、最終的にこの GAFA って言われる4社の時価総額合計が今800兆くらいなんですよ。で日本の全上場企業の時価総額よりもこの4社がでかくなったんですよ。でこれっていうのをまさにここのタイミングに乗ったっていうのは結構大きいと思って、はい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 、でただ今面白いのがこのスマホソーシャルクラウドもうみんな使ってるじゃないですか、はい、ここもいよいよ成熟期になったんですね、はい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 、で今言ってるこの GAFA ってこれ年間成長率何パーか分かります。分かんないです。もうしてない。してないんですか。そう。じゃあもうアッパーってことですか。そう。でアップとかもマイナス成長って感じになってきて、でそういう中で次の大きな流れって感じのところっていうのが今起こってて、でそれ自体っていうのがまさにこのスマホからメタバース、うん、VR、AR に変わって、でデータってところからのこのソーシャルからこのブロックチェーンに変わって、で AI が出てきてるみたいな、そういう感じのなんかこの大きな流れみたいな。なるほど。なんでそういった意味で今回僕が挑戦しようかなと思ったのは、まあ、前のグミの時にこのスマホソーシャルクラウドって感じの波に乗って、でまあ一応上場ぐらいまではできたって感じだけど、まあ、残念ながらね世界には届かずみたいな形だったんで。なるほどね。なんで今回のねこの新しい大きなから始まるそのメタバース Web3 で AI っていう、ここでやっぱ世界取り切るみたいなっていうところで一気に挑戦に行く感じですね。だからもうシンガポールまで来たわけですね、うん、
一番重要なのが自分が何もしなくても爆発的に伸びるところの入り口に立つことなんですね、はいはいはい、その暴風雨に乗るみたいな、はいはい、でまさにスマホとかクラウドってそんな感じじゃないですか、はいはいはい、であの時ってやっぱスマホ系とかをクラウドで作ってたやつ大体成功したんですよ、はいはいはい、新しいテクノロジーっていうところが伸びてくるタイミングか、そもそもその国が伸びるタイミング、ちょっと前までの中国がまさにそう、はいはい、だしここからのインドがまさにそうだから、そやっぱりインドそうですよね、もう絶対伸びる、そうっていう感じのとこやったりとか、あとは規制っていうのが大きく変わって、で新しい産業がまさに生まれるタイミングとか、この辺っていうのが結構大きなところで、でそこの入り口に乗るっていうのが結構重要なのかなっていう。インフルエンサーとかもやっぱね、YouTube とかが爆発的に伸びてる時って伸びるじゃないですか。もうイケイケですよね。今でも落ちてきて、そう、みんな聞いてる。YouTube ってもうマイナス成長ですよ。あ、そうです。世界的に伸びてない。で伸びてなくなってくると結局 YouTube 自体は伸びないけど、でもほらインフルエンサーっていうかなりたい人増えるじゃないですか、はいはいはい、ってことは結局奪い合いになるんですよね、市場の、はいはいはい、でも初期の YouTube が伸びてる頃ってほっといても新しい視聴者が増えてくるから、はいはい、奪い合いじゃなくてみんなでって感じだったじゃないですか、はいはいはい、でやっぱそういうなんかその爆発的に成長するところっていうのの入り口に立つっていうのがすごく重要だと思います。そうですよね。でもそう、三崎さんに聞きたかったのが、はい、ここから新しくもう一回経営者として行くって言ってるじゃないですか、はいはい、これ失敗したら、はい、なんかほらかっこ悪いなとか、はい、逆にね、今まで言ったら経営で成功したインフルエンサーだったりとかやっぱ経営できないじゃんとか、はい、っていうところなんかちょっとこうこけたらかっこ悪いなとか、その辺のなんかあったりします？いや、それはあんまりなくて、もし仮に失敗したとしても、うん、逆にインフルエンサーという立場からするとそれはもうネタになると思うんですよ。失敗しましたみたいな、うんうんうん、だから逆にまあどっちに転んでも美味しいなっていう意味で、両方に転んでもいいシナジーがあるなと思ってるんで、うん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 、大丈夫かなと思って。今回のじゃあその三崎さんが目指す経営者としての成功って何がどこまでどうなったら成功かなとかってあったりします？その成功の定義っていうのはないんですけど、うん、具体的にじゃあ上場したいとかっていうのはあんまりなくて、やっぱりその新しい形を作っていきたいなと思ってるんですよ、うん、要はその発信力がありながら経営をやってる人って、まあ、堀江さんとかひろゆきさんとか言いましたけど、うん、その僕の世代ではいなかったんで、うん、新しいこうロールモデルじゃないんですけど、何ができるかっていうのをちょっと試してみたいなと思ってて、今そこの挑戦をしたいなっていう、簡単な発想だとじゃあ自分の影響力を作って物を売りましょう、うん、まあ、それって行きがちだと思うんですよ。それだとスケールしないと思ってて、うん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 、そういうことをしたいわけじゃなくて、どちらかというとじゃあこの間もちょっと動画でお知らせしたんですけど、じゃあ僕は本当に商品力がすごく大事だと思ってるんですけど、うんうんうん、より伸ばすことを、うん、していくればよかったって反省してるぐらいなので、うんうん、じゃあこの発信力を生かして全国に埋もれている本当にいいものだけど広告が苦手で売れないよっていうものってやっぱりあると思うんですよ、うんうん、発信力を生かしてアナウンスをして全国から集めて、うん、そういう本当にいい商品を一緒になんかじゃあ協業して売りましょうとか、そういうなんていうんですかね、単発的に物を売るとかじゃなくて横に広がるような発信力の生かし方をすればすごい大きくなるかなと思ってて、そういうのをちょっとやっていこうかなと。そういうの時代ってやっぱ VC とかからお金集めて、うん、それとも持ち込んで、全部自己資金です。僕あの資金調達したことがないんですよ。なんかでもこの辺ってなんかね、考え方次第な気がするけど、はい、外部から入れるっていうのも悪くないですよ。あ、そうですか。外部から資金を入れるっていうのの悪いことっていうのでいくと、はい、やっぱ投資家も仕事やから、はい、最終的には売却、はいはい、MA なのか上場っていうところっていうのを目指さなくちゃいけないって感じにはなってくるんですけど、はい、逆に言うとね、そこがなんかほら他人のお金を扱ってるから、なんとかしてね早いスピードでスケールさせなきゃみたいな感じっていうので自分を追い込めたりするから、でひょっとすると今回ね、三崎さんが新しいチャレンジをするっていうのでいくと、外部からも集めてやっぱこう一気に上場まで目指すみたいな感じでやると、なんか今までにはなかったなんか非連続なヒリヒリっていうのは出るかもしれないですよ。外部から集めるメリットって、あとなんか協力してくれたりするんですかね。いや、あんまそれは関係ないです。その本当に学生上がりとかサラリーマン上がりで初の起業みたいな形やと、ね、会社どうやって作るかとかどうやって採用するとか分かんなかったりするじゃないですか。そういう時には役立つと思うんですね。ただまあそれ以降でね、もう三崎さんとかやったらもう一通り全部分かってるから、って意味でいくとそんなバリューアドはそこまで大きくはない気がしますね。だから僕も結構やっぱそのシンガポール来て今ちょうど1ヶ月ぐらいなんですけど、日本にいた時と比べるとテンション感が上がってくるな、なんか新しいチャレンジをしてるなって感じは、それはすげえやっててなんかワクワクしますけどね。周りにはやっぱ反対されなかったんですか、家族とか。いや全然 OK みたいな感じですか、うん、そう行こうって決めてからどんくらいで行ったんですか。3ヶ月すごっ早いですねあ結構思い立ったみたいな。
いやでもうまくいってる人って経営者ってやっぱ即断即決ですよね。なんか即行動する人が多いと思うんですよ。まあでも美咲さんまさに、ね、僕は即行動するタイプです。実際インフルエンサー系のやつと経営ってなんかつながるとこあるんですかね。いやーつながる難しいですよね。でも考える脳は違いますよね。全然違いますね。インフルエンサーで考えてる脳とで経営のことを考えると思うと切り替えができないです。どう違うんですか。なんか経営の時ってやっぱ合理的にスピード感を持っていかに進めるかって考えないといけないし、インフルエンサーって感情に訴えるじゃないけど、エンゲージメントをいかに取るかみたいなところなんで、合理性とかそういう無機質なものだけじゃないと思うんですよ。クリエイティブじゃなくて、でもなんかね、美咲さん自体なんかこのね、インフルエンサーかける経営者って本当に全然いないから、はい、そこのなんかすごい大きなロールモデルみたいな。そうですよね。まあ慣れたらいいなと思っていろいろちょっと頑張ろうかなと思ってるんですけど、やっぱその成功した起業家っていうところが上場したり、はい、大きな夢って感じのところがやっぱ人生に悩むケースってすごい多いですよ。どういう意味になる。やっぱ一回上場とかエグジットしたら、はい、その次ってそれよりでかいこと、そのへんって思ったりします。やんなきゃ、前やったやつよりかはるかにでかいやつ作んなきゃ、まあ、と思う。ちょっと思いますね。やっぱ大きいことしたいなと思います。山田慎太郎シンドロームっていうのがあるんですね、はいはいはい、山田さんってあのメルカリ、はいはいはい、作った創業の山田慎太郎、まあ、彼とは僕ずっと創業時代から、まあ、名誉みたいな。あ、そうなんですね。そうそうそう。一番最初僕がグミ作った時っていうのも、僕は社長で彼が社外取締役でも入ってたんです。あ、そうなんですか。そう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 。経歴だったんですね。そう、彼自体ももともとは右脳っていう全く流行ってない写真共有アプリと、全く流行ってない映画のレビューサイトと、全く流行ってないメーリングリストサービスやってたんですね。でそういう中でモバイルゲームが流行ったタイミングで街作ってゲーム作って、それがまあプチヒットして、で最終的にそれをジンガっていう当時の世界で一番大きかったソーシャルゲームの会社に売却してっていう形だったんですけど、ただそれ以降ねマーケットがガーッと伸びまくって、で一緒にやった僕ら含めてがどんどん上場とかしてって、で彼はなんか早く売っちゃったから、あタイミングもあるんですね。そうっていうところでモヤモヤして、でやりたいことも自由にやっぱ買収されちゃったからできなくて、で失意の中やめて、でそこから世界っていうところを1年間くらい回って、でいろいろなこうことを見てた中でメルカリって会社作ったんですね。でね、まあ、皆さん知っての通りその後メルカリっていうのはねやっぱ1兆近くドーンと伸びていってみたいな。でやっぱりこういうのを見とくと、みんなもう一回チャンス挑戦するときっていうのにやっぱ最低上場、でできればメルカリみたいに軽く1000億超えっていうのをやっぱ目指したいじゃないですか、はいはい、でもなかなか思いつかないです。なかなか思いつかないです。ないですよね。そうそうそう、前と同じ程度の作って数十億くらいで売却とか、まあ、このくらいってなんか何個でも思いつくじゃないですか、はい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 、今までの、はい、ただそれやって俺の人生いいのかなみたいな、なんか変わるのかなみたいな。そう、はい、でやっぱ実際こうがっつり経営して思うのって、やっぱ一つの事業っていうのを一から作って完成させるのってやっぱ10年以上かかるって感じだと思ってて、でそうなってくると、まあ、今回僕がなんでそのグミって会社辞めて新しいチャレンジもそうなんですけど、今僕49なんですね、はい、って考えると次のことやると10年ちょいはかかるじゃないですか、はいはい、ってなってくるとこれ60かとか。あーなるほど。60になった時にね本当に新しい挑戦できるのかみたいな、だったらもう今やらへんかったらとかっていうのは結構大きくあって、そういう考えもあるんですね。そうで、みんななんだかんだで好きなことやんなくちゃって感じになってきた時に思いつかないじゃないですか、本当思いつかない、ないんですよねこのタイミングで何かこれだみたいなの。そうで思いつかなくなってきた時になかなか一歩踏み出せない、でみんなどうしていくかでいくと、すごい多いパターン、起業家あるあるっていうのが、まず頑張って上場とかエグジットしますと、はい、でお金持ちになりますと、はい、で最初はやっぱ夜遊びたくなるじゃないですか、はい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 、で夜延々と遊びまくってても、まあ、大体僕が見てる限りでいくと早い人で1ヶ月、はい、長い人で1年くらいで飽きる、飽きますね。そうですね。そう、はい、でそうなってきた時にやっぱ新しいチャレンジをしようみたいな、うんうんうん、でチャレンジしようと思った時に山田慎太郎シンドローム、はい、って感じになって思いつかない、はいはい、で思いつかないと大体何するかでいくと、みんな個人投資するんですね。はいはいはい、いろんな人にお金出すみたいな、いろんなところにとりあえずこう投資してって、はい、でやっていくと投資してても自分が起業してる感が出るじゃないですか。あそこに入れてんだよみたいな。そう、はいはい、っていう風になってくるけど、でもそういう会社がほらいろんな調達とかして伸びてきてみたいな、はい、ただやっぱ見てるととろくさいじゃないですか、はいはい、じゃあ俺やったらもっとできるみたいな感じでやろうと思ってやるんだけど、はい、思いつかないね。あっていう感じで、ビジネスモデルが思いつかない。そう、はい、でも美咲さんとかはそのないですか、シンドロームみたいな。
次挑戦するときも。いや、僕はないですかね。僕はまあ言ってもいっぱい一回やられて大変なことになったんで、まあ別になあんまないですね。そういう、そこはまあもちろんすごい前回より大きくしたいなと思うんですけど、それプレッシャーはあんまないかもしれない。別に僕上場したわけでもないんで、一時的にすごく業績が良かったぐらい終わってるんで、まあまあいいかなって感じです。まあ、それは超えたいですけどね、将来的には。うんうんうん、やっぱり日本のスタートアップってちっちゃいんですね、うん、どのくらいのサイズ感の差があるかでいくと、例えばまあ楽天とかって日本では、ね、はいはい、代表するでかい会社じゃないですか、はい、あれって多分今1兆円とかなんですよ、はいはい、地下総額、はい、アップルで何本か分かります？100兆ぐらいなんですよ。200兆、あ200倍なんですよ、そもそも。うん、だから結局のところって桁が違ってて、はい、でそこっていうのが人として差があるかでいくと、実際はそんなことなくて、例えば僕がそのアメリカでやってるファンドっていうところで出資して一番大成功してるやつがそのオープンシーっていう、はいはい、これは NFT、 あ、わかります、はいはい、そうマーケットプレイスで世界最大のところあるんですね。僕らが一番最初に出資した時ってまだ創業者3名くらいだったんですよ。で当時のバリューも20億くらいだったんですね。あ、でもそれでもなかったんですね。そうで最初出資してから2年間売り上げなかったんですね、はいはい、でずっと赤字やったけど、でもその NFT の大きな風が吹いてみたいなタイミングのところで、結果その会社の時価総額3年間で2兆くらいまでいったんですよ。そんなにいったんですか。そう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 、すごい、そう普通なんかこれ Google とか Facebook とかなんたらで言ったらすげえ天才的な人っていうのがやってんだろうみたいな感じで思ったりするけど、実際その彼らも、まあ、賢くはあるけどそんな特殊な人じゃなくて、で結局違いっていうのでいくと、やっぱりねこの Web3 の風が吹くタイミングでそこにいたっていうところと、やっぱアメリカでグローバルでの勝負してた、その辺が結構大きな違いになるんだろうなっていうのは感じたりしましたね。やっぱビジネスモデルですよね。なかなかないんですよ。ほら今日は、うん、清水さんに学びに来たのがですね、一番はお金持ちがなぜ海外に逃げるか、清水さんも一緒なんじゃないですかと思ったんですけど、全く違ったわけですね。そうです。逆に世界一の企業を作るために安心できたと、はい、いうことでしたね。まさに、はい、まあね、税金なんてまあちっちゃいもんじゃないですか。そんなね、ちっちゃいもんですけどね。そう、でも払うものは払って、はい、でみたいな形でね、結局払う以上に稼げるだけですしね。なんでみんなお金持ちいなくなるんですかね。なんかやっぱり美咲さんとかその僕ら含めてとの違いでいくと、はい、結局さっき言った感じで成功の再現性っていうのに自信は持ててないんだと思うんですよね。だからなんか今ある資産、気づいたものを守らなくちゃみたいな。で美咲さんとかでもね、結局今あるやつってどうでもよくて、もう一回新しく挑戦したらね、はいはい、今より今より今よりっていけるって多分自信がすごいあるじゃないですか、はいはい、だったらなんかね、その細かい税金とかって話とかってどうでもよくなって、うん、でもなんかこう今あるやつを守らなくちゃみたいな感じで思ってる人っていうのはやっぱね、そういう考えになってくるんだろうなと思ったりしますね。なるほど、うん、ちなみにこれを見てる視聴者の方でこれから起業したいって人結構 いると思うんですよ。でまあさっきその、ね、1000億を超えるビジネスモデルはなかなか見つからないよねって話で盛り上がったんですけども、うんうん、じゃあ1億円とか2億円とかスモールなビジネスモデルだったら思いつくと思うんですけど、やっぱ世の中の人はそういうことを思いつかない人もたくさんいるわけで、うん、これ一番されて困る質問だと思うんですけど、これから起業したい人が何をすればいいと思いますか。これ一番僕も言われて困るんですけど、人によって違うんで、うんうんうん、まずやってみることだと思うんですよね、うんうん、1回目のねビジネスとかっていうので、そのいきなり1000億とかいけるわけじゃないじゃないですか、うんうん、連続起業家的な人やとやっぱより大きいところを目指すって形やけど、まず1回目の人ってね、まず一歩踏み出すっていうのが絶対重要じゃないですか、うん、その上でどこで勝負するかが結構そのさっきの成功する事業を作るので重要なのって、マーケットとタイミング、うんうん、って感じで言ったんですけど、起業家が選べるのってどのマーケットでいつ勝負するかって選べるんですね。さっき言ったテクノロジーっていう意味でいくと、やっぱスマホからいよいよ VR、AR っていうところに変わってきて、で今ブロックチェーン使った Web3 っていうのが急速に伸びてて、でこっからアホが考えても AI って伸びるじゃないですか、うんうんうん、って感じやったりとか、あとはその自然エネルギーとかもどう考えても伸びるじゃないですか、で国って言った単位でいくとインドとかってどう考えても伸びるじゃないですか、うんうん、でまあ、日本っていう中でいくとインバウンド、これどう考えても伸びるじゃないですか、うん、って感じやったりで、特に今シンガポールとか来てても日本食レストランだらけじゃないですか、うん、僕は自分が市場を作るっていうのは思い上がりだと思うんですね、うん、で自分が何もしなくてももう
勝手に伸びる勝手に伸びるっていうところっていうのを選ぶっていうのがすごく重要かなと思って、うんうん、もう一個本当に大きいビジネスっていうのを作りたかった場合ってポイントがやっぱ2つ僕あると思ってて、はいはい、1つは利益提増型、はいはい、ともう一個はネットワークの外部性だと思うんですね。あ、どういうことかというと利益提増って売上が上がれば上がるほど利益率が上がる、うん、これがすごい重要で、はい、で YouTube のビジネスモデルってまさにそうじゃないですか、はいはい、ユーザー数が10倍になったら広告収入10倍、はい、でもコストってそんな変わんないでしょ、はい、で僕らのゲームもそうなんですよ、うん、ユーザー数が10倍になったら売上10倍になるけどコストが変わんない、うん、なんで、まあ、過去の、ね、コワーキングスペースの話でいくと、うん、あと WeWork って一時期世界を席巻して、でも今って倒産寸前なんですね、はい、なんでかっていうのでいくと WeWork ってビジネスモデルって結局売上が10倍になったらコストが10倍になるんですよ、うん、オフィスどんどんどん作らなきゃいけないから、作らなきゃいけないから、だからこういうのってやっぱダメで、この利益提増型っていうのは絶対意識したほうがいいと、ね、あともう一個でいくとネットワークの外部性、はい、要するに使う人が増えれば増えるほど強くなるっていうのが重要で、でメルカリの話っていうのでいくと結構メルカリのライバルで手数料を下げるやつっていっぱい出たんですよ、うん、彼らが例えば 10% チャージしてたら、はい、うちはその半分、はいはいはい、でも全然ひっくり返せない、はい、なんでかでいくとメルカリ使う人って売り手からすると買い手がいっぱいいる、うんうんうん、からすぐ売れる、はい、から出したい、買い手からすると商品がいっぱいあるから出したい、から出したいっていうところがやっぱネットワークの外部性 でここっていうのはやっぱなかなか強いんですよね。でこういう感じのネットワークの外部性っていうのをいかに作っていくかっていうのは結構肝になってて、みんなね儲かりそうとかチャンスがありそうっていうので事業を始めちゃうんですよ。でもそこって結構危険だなって感じと思ってて、事業をやるとすごい思うのがそんな簡単に成功しないんですよ。まあそうですよね、そうパンパン成功しないですよね。そうやっぱ10年間くらいとかっていうのはやっぱそれに自分の人生かけなくちゃいけないっていうのがあって、不遇の形で10年間続いても全然後悔しないくらいやってて楽しいことっていうのを選ぶ必要があると思ってて、これでやるって決めた時に自分のこう胸に出会って、なんでこれやるんだっけ、なんで今なんだっけ、はいはい、なんで俺なんだっけみたいなっていう感じを聞いて、俺でしょって感じで思った時がなんか起業する一番いいタイミングみたいな、っていう風には感じたりしますね。なるほど、ありがとうございます。もう今後もちょっと視聴者の方に経営の話をですね、いろいろこうやって対談を含めて通してお伝えしていきたいんですけど、やっぱりですね、日本の世の中のインフルエンサーの経営者はですね、偽物が多いんですよ大した実績もないのに経営したことにして自慢してる人が多くてですね、僕はいつも何を言ってるんだろうなってすごい悲しい気持ちになるんですけど、こういう本当に生で実際経営されて成功されてる方の話を聞くのは本当に勉強になりますし、視聴者もそういうふうに思ってると思うんですけども、今後もちょっとこれ大変学びになったんで、シリーズとしてやっていきたいなと。これ僕最初なんですか。最初ですね、はい、本当光栄な、はい、光栄な。誰かこれに出てくれる本物の経営者の方をちょっと毎回呪術内で言ってもらえれば、本物の人の紹介って本物じゃないですか。確かに偽物の人の紹介って偽物だと思うんですよ誰に繋いでもらうかが人脈って大事だと思うんで、確かに確かに。ちょっと国さんなので浅いお願いできないですか。なるほど、はい、なるほど、ちょっと考えてみますね、はい、やっぱ大物がいいですか。大物がいいです。大物がいいですよね、はい、分かりますんで、ありがとうございます。了解でございます。はい、今日は大変勉強になりました。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。シンガポールから世界ナンバーの会社をぜひ作ってください。わかりました。ちなみにその時って日本に納税するんですか。もちろんです。ありがとうございます。もちろんです。皆さん感謝ですよ、本当にありがとうございます。こういう経営者が増えてくれたら日本はいいんですけどね。ありがとうございます。頑張ります。